や私はしてないんだけど、私今日全然あの朗読劇の稽古してきただけなんで、あの全然過酷というよりはただじっとしてたって感じで。目に向かう方がいい、分かった、 OK。 びっくりでしたね。はい、プラさんしか勝たんていうとこ、ピアス、ピアス、ハート、なんかこれいっぱいして、これね好きなんだよね。毎日なんか違うピアスしてるんだけど、あの2日に1回はこれですね。痛い、ちょっと待って、今びっくりした、これですねって。ちょっとこうやってやったら、あ、この角度が痛いんだ、この斜め下の角度。ちょっとそのまま横ならいけんだけど、ちょっと斜め下になるとってなる。分かった、大人っぽい髪型、ほんとパッツンの、パッツン、パッツンのがいいのかな。パッツンっていうか、前髪分けない方が。サッキーさんのアバター、私もなんかねさっきゲットした。ねえねえ、サッキーさんのさっき、さっきとか言っていっぱいさっきって言っちゃった。うん、だし制限かかる前に、今23時24分まで制限かかってるんですけど、星集めのそのはい、最後にもらったのはさっきさんでしたね。はい、セナタもユイリも当たらずだって。私もセナタもユイリも当たってないよそう、私さ絶対こういうのユイリさん出ないんだよね。欲を出しすぎると出ないって言うじゃん。あげるねだってなんでやねん。フォーのメンバーだって、あーチーム A が多かった。フォーはマイちゃんしか出てない、まだ。ナナさんからどんなメールの内容だったんだろう、気になる瀬田南事件事件じゃないけど、私何個ゲットしたんだろう、分かんない。フォローしてる人は出にくいし、でも一発目で横山さん出たからそれは違うじゃん。あ、似てる感じ？あ、なるほどね。そう、パッと見わかんないよね。それに気づいた、私すごくない？でも気になっちゃって、そう。セナタン出ただって違うね、それ。そのアバター違うよ。そのアバターはね、あの私のルームで星一つでも投げたらもらえるやつ。さらにミスってた。なんかでもね。すごい優しいなって思いました。なんか消しちゃったのは全然いいんですけど、なんかね、いやなんか、いやすごい、なんかわかんないけど、
私結構いろんなこと気にしちゃうタイプの人間だから、そうだから、なんかすごいなんか嬉しかった。そうだからね、なんか消しちゃったとしても、その私の返信を一瞬でも見てたらそのまま返したりもできるじゃないですか。そうそう、でも消しちゃったから既読つかないかもだけど気にしないでって言ってくれて、優しいと思って、そんな、なんか、しかもなんか文章もすごい、奈々さん、もう奈々さんだなって感じの文章で全部がね、なんかそう、なんかね、その消しちゃった消しトーク、他のトーク、なんていうの、まあ公式の通知がね、公式のルーム、トークルームをそう消そうとしたらしくて、私もよくね公式のトークルーム消すから分かるんだけど、でもその多分上か下にあった私の消しちゃったらしくて、そうで、わざわざその何の公式のやつを消そうとしたかまで行きましたからね。〇〇のトークを消そうとしたらっつってすごい詳細言ってくれるじゃんと思ってすごいそこニヤニヤしちゃってそこでニヤニヤしてたんですよ、とりあえず最初で。読み返してたらセタナに気づいて、あーって思って、そこでもニヤニヤして、もうすっごいもうパックしてたんですよ、私パックしてたの、あのパックね。でもう表情変えたくなかったんだけど、 LINE 来た時がパックしてる時でもう笑っちゃって、剥がれちゃって大変だって、こうやって本当に大変だったんですそう、いやそうだよね、そうそうそうなんだよ、なんか他のやつ消そうとしたら、そうだけでも十分伝わるのに、すごい何の公式の LINE でみたいなそれがすごい奈々さんだと思って、すごいねニヤニヤしちゃったそういいエピソードは良かった。こんばんは。なあちゃん生誕祭来ました、せなさん可愛かった、嬉しい、わすごすぎ、いっぱいいつもいるじゃん28も来るの、待ってるよ、ねえ、セタなんて言わない、セタなんじゃない、セタって名前じゃないし、見て、初セナタンです、嬉しい、待ってます。28はそう、なんかねずっとね最近、まあ私が8人公演出た初日はてつながペアだったんですけど、でそのどこだ、ズッキーさんのポジションにアンダーで入る時はロープの友情がペアで、ゆりさんがどっちのポジションでもペアだったんですよ。そうで今日のポジションで出る時もゆりさんがチョコの行方のポジションの時に一緒に出たので、まあロープの友情ペアだったんですけど、そう次ペア1個もなくてですね、
そう、久しぶりにペアがなくて寂しいけど、でも一緒の歌ありはありますので、まあ頑張ります。ゆりさんの声にかき消されないように。ゆりさんのアバター出ただって、くっそくっそ。確かに奈々さんのファンの方にセタなんて呼ばれちゃうかも。これからどうする、どうするよ。魔剣組超かわいかったからさらに怖いの石橋さん見たいんです。だって嬉しい、ぜひ来てください。奈々さんとのロープね、あのね、まだ1回目だったからすごい慣れない感がやばかった私。え、どうでした皆さん、多分生誕祭だったから映ってたと思うんだけど、どうでした見てる感じ。なんかすごい、なんて言うんだろう、一瞬もうパンパンパンって感じ。対抗するなってやだ、それ私じゃないじゃん。引き分けかな、なんて言うんだろう、なんか強くも弱くもなくキレキレではあったって感じですね。すごいロープの分析者みたい。ロープの友情研究会会長ですみたいな。次はないよね多分。次誰とペアなんだろう。キアラさん、サヨリンさん、クララだ。28日は。みんな立候補してくる。んー、どうしようかしら。そう、やっぱ力の加減がやっぱみんな違うから、そのナナさんの力の入れる場所がすごい前回初めて分かったって感じだから、まあ、次もう一回やったらちゃんとできるかなっては感じるけど、まあそのロープの友情のペアじゃないので28はそれは分からないですけど。そう、ファイト1曲 AKB はね変わるんですよね。なんでしょうか、歌いそうになっちゃった今、ダメです。ゆりさんの面白いエピソードはないな。面白いのなんかある？面白いエピソードはないかもしれない。あ、ナナさんの5時みたいなやつでしょ。ないな。そうなの、なんか確かにゆりさんはねないんだよね。なんかさっきーさんとも割と連絡取るときはふざける感じなんだから常に面白いんですけど、ゆりさんはないな。初見でチームフォーしてます、嬉しい。村山チームフォー、セナタン的にその曲は嬉しい。だってあー意外でした、意外だったけど、まあとりあえずそのまあ言えることというかは、まあなんか偶然なのかスタッフさんがわざとなのか、まあわざとなわけないよね。でも偶然だったら偶然すぎる。リボンの時もゆりさんと近かったけど、あの次も近いんですよね。そう、別に歌わりが一緒とかじゃなくて近いのよ。
位置がもうそう歌い、そう前回はリボンは歌わりが一緒じゃないけど位置が近かったみたいな感じ、まあそんな感じですね。次の歌わりが一緒か一緒じゃないかは何とも言えないですけど、すいません、あそうさっきーさんとは北沢咲さんですね。花の香りしますか、だって何それ花の香りって聞いてさ、私あれ金木犀しか思い浮かばなかった今。え、そう、あの私何をチェックするかっていうと、何をチェックするかっていうと私はとりあえずユーニさんとポジション近いかなっていうことをまず最初にチェックさせてもらいまし、してはい、ついでにですよ、自分のポジションの位置を確認して動画を見て、あこういう振りあるんだというののついでにね、ついでですけどね。ポジションどうですかね。まあでもまあでもメンバー見たら多分大体は、あうん大体はうん多分分かると思います。まあそういう感じです。近くなかったら怒った、違います、怒らないですよ、拗ねます、一人で近くないじゃん真逆じゃんってなったら拗ねて、一人で絶対拗ねる、一人で何も言わずに静かに。いやユーリさんがポジション決めてるとかじゃないと思いますよ、チーム4は。まあでもまあでも私は意外だなって思いましたね。顔には出てそうだって、だって違うのよ、家で00大喜利とこ行けたら行くのよ、だって嬉しい、そうやって言ってくれるの嬉しい、え嬉しい、どっちだったっけ、私15日。あ15日見たら分かるよみんな。もう言ってるやんって感じなんだけどね。顔に出ちゃう人なんですけど、でもまたですね、変わります、変えますね、じゃあ端末変えます、いやーそうなのよね、いっつもこうなるんですけど、まあいい感じですか。待って、痛い今の首。そう最近まあその私のスマホの限界が、多分私っていうか配信してるスマホ端末の限界が迎えてくるのかしらって感じで、まあ音聞こえなくなったらすぐにこっちで絡んでみたいメンバーだって、絡んでみたいメンバー難しいね、そんなになんていうんだろう、からもう一緒に公演出たことないメンバーの方が少ないから、反転しただって、え分からん分からん、反転した？何見せたらいい？反転した？あ、じゃあこれ見せたらいい？この文字反転してますか？こっちにしたら反転してるの？してないだって、した。
ねだってしてないだってしたねだってみ分かったみんなのショールームアップデートしたかしてないかじゃないで、え、位置がさあ、さっきのが反転してたんだって。確かにだって古いもんね。だったね、さっきが反転してたらしい。あ、これ一応は、はじめまして、左耳ちゃんです。解決。よかった。ごめんね、耳かきは左耳にしかしないタイプの人間で。ね、左耳だったんだけど。こんばんは、どうも。はい、よろしくお願いします。はじめ。あ、そうさっきまで反転それしてんだったかもね。画質違うね。そうね、こっちはちょっとじゃなので、こっちの方が画質が良くてちょっとやめていただいてって感じで、はーい、ますます好きになりつつあります。ありがとうございます。今日はなんかテンションがおかしい。すぐにピースしちゃいます。あ、可愛くて沼って感じでした。嬉しい。愛の好きが増してます。どうしたらいいですか。そのまま増し増しでいきましょう。きょんちゃんがいつもさ、あ、どうも、こちらこそ、セナタンがい。本当に？それは、好きだと知っていた上で、セナタンもよかったよって言ってくれてる場合もあるんじゃないでしょうか。そうだと思う。そう。皆さん推しなのね。じゃあ結論、日曜日のイベント、楽しみますじゃなくて、見てくれるってことですね。ありがとうございます。今日の稽古は楽しかったですか。難しかったで、ニコニコしてる場合じゃないと思います。イエーイ。慣れないとですね、慣れないことは、まあすごくいい経験をさせていただいてるのでね、あれしたいと思います。全然みみちゃん元気だって。元気だよ、ほら元気だよ。読めない感じあった。そうなの、あったんですよ。ちゃんとね、ちゃんと、前にちゃんとね、あ、これ分かんなくなりそうだなってやつをちゃんとやっといたんですけど、無理でしたね。いいな、なんで、いやー、なんで群れっていうの羨ましいんですけど、私にもちょうだい。いいなぁ。さっきさんの出た。あ、スタバもね、755乗せてた服のやつめっちゃいいですよ。2分でさ、私星集めできるからさ、私さっきまで配信してた。待って、痛い。寝違えてるんですよ、私。知ってた。みたらし、へえ、なんか、そんなになんか、あさらっち。私今何の ?1、2、5、6。まだ6個だった。でもね、レインボースターもあるんですよ、って言ったら。1個もらえるじゃん。あ、最終日にもし出てないってなったらレインボースター投げちゃおうって感じ。確かに神奈川のスタバ青かったね。
よいしょ、ちょっと。ちょっとそれは無理ですかね。制限37分までだって。なんかね、その横山さんの気になるって感じ。それ、え、気になるって感じ。まあ、あやなんさんの配信で投げたんですけど。え、別に、まあ、うん。聞かれてたから、まあ言いました。メント今日、え、そうなの？違うでしょ？え、だから多分今日、AKB 以外のルーランダムのアバターがもらえるんじゃない？私も課金してないぜ、だからさ、大変だよね。わかる。私も大変。でもさ、こういうのって好きなのよね。いやいやいや、違うって言われたわけじゃない。違うし、ダメって言ってたじゃん。ねえ、ジャングル気になったから投げてた。余裕ですね。いいな。気になった。何？盾になった？みんなどうやって見えてるこれ。怖っ。え、怖い。あ、どうもこんにちは。え、なんで怖い。楽しむ今日。え、今びっくりした。あ、痛い痛い痛い。首右向いちゃった。今日はみんな盾になる日なんだ。バグってた今。なんか星が解除されたから、その私の配信者もね、もうそのもらえるんですよ、星配信してたら。されてたからさっきもらってなくて。そうで、今23時25分ぐらいになんか星ゲットしましたってなったら、なんか縦になっちゃって、縦っていうか横っていうか縦、なんかよくわかんない向きになっちゃって、まあでも縦にして、あの元に戻しました。今日のテンションおかしい。ガチ配信やろうよ。なんか今待ってて、今星は、配信したら星いくつ、みんながさ配信見るともらえるじゃない。30秒配信すると星もらえるよみたいな。だからみんなが、だから配信者だけなんかすごこのテンション好きだって。あら、このテンション誰のルームで投げるかも。だってAKB の今やってるメンバーですね。特にか気にしてはないです。とりあえず私自分の名前大丈夫だよって感じで。誰で来るだって。え、早くない？さっきまでない。でみんな私を置いてきだるまの目が怖い。だるま、どこにいる。あのところで投げてまいちゃんが出るの違うよ。私自分のところで投げてないけど、まいちゃんし、ごめん。そういう放送期待外れで良くないと思います。え、びっくりした。ピンクのどこにいる。え、怖っ。何やだ。何ギフトの話、怖っ。何の話ってなんだけど、どこ。完全に読んですよ。ポケットからキュンです。なんでだろうね、なんでだろう。
なんかみんなゆうりちゃんって言ってんのなんか面白いね。面白くはないけど、いや面白くはないです。違う、ごめん、面白いとかじゃなくて、ゆうりじゃなくてゆうりちゃんって言ってんのなんかすごい新鮮に感じた。今更ながら、そう、500ポイントで1つだから、まあまあ99×5 あって、でも星10個投げると11ポイント分になるから、まあ全部投げなくてもいけるよって感じの。最初からずっとゆりちゃんだって。へー、そうなんだ。ゆりちゃんはゆりちゃんだって。へー、そうなんだ。みんな、そうなんだ、ユーリーじゃないんだ。まあセナさんはユーリーさんですけどね。どっちでもないって言うんだ。ユーリーちゃん呼びいいねだって。じゃあしたらみんな、じゃあしたらいいじゃん。虹がいっぱい、虹がの頃はゆうりちゃん呼びしなかったんだって。ファンの頃ゆうりって言ってたかもしれない。いないわ。いや多分ゆうりだった気がする。いやあんま記憶ないな。ごめんなさい、申し訳ございません。あり？俺はボタンもらえないよ。あ、もらったもらった。さーて誰のでしょうか。ゆりさんじゃないじゃん。タワーじゃないだって。タワーなの？え、タワーなの？え？どういうこと？虹の、ほんとだ、ピンクのだるまの目、怖い。ま？マジ？そうなの？え？ごめん、誰？え、じゃあ2回もってこと？え？ごめん、誰？タマさん？ありがとう。ありがとう。タマ、アットマーク、アミちゃんでさ、ありがとう。紙。30個？タマさん？あら、ほんとだ。すごっ。ちょっと待って。これ、これ置きたいけど、置けないか。痛い。おお、置けた。私星制限されてんのかな今。0時25分までだって。ごめん、すごいギーギー言ってて。私は、待って、本当に痛い首、どうしよう、痛すぎて。待って、この前ねえな、この人痛いよ。
この前さ、この前書いたやつさ、まだ消してなかったんだけど、それタマさんだった、ごめんね。寝違えてはないんだけど、書き直す。雨上がりの空。てかさ、気になるんだけどさ、クマ1個投げたらさ、それとも1回につきなのかな、1回につき1個なのかな。だから500のやつ、500以上のやつを1個投げても500以上は1カウントなの。すごい、ただ単に気になっただけなんだけど。2個もらえるんだ。そうなんだ、すごっ。あの今、そうなんだ、すごいね。虹タワーだって。した。正直者。なんか教えてください。ありがとう、教えてくれた方は虹のタワーだよって。タマさんありがとう。あ、ごめん、バンされちゃう。どこカメラ、ありがとうございます。あ、待って、本当に右向いたらねえ、自分に言ってんの。痛い痛いよ、耳痛いのか分かんなくて怖いんですけど、どうしたらいいですか。寝違えてないんだけどね。寝違えた感じのやつ。いや、寝違えてはないんだよね。全然寝てなかった。でも稽古行って結構首が痛くなってたの。しかも今普通にさ、右向かないように頑張ってたの。どうする、どうする。まずは落ち着こう。お風呂にゆっくり浸かろう。浸かりました。浸かって出てきて今にいた。44、あー10だからだよ。かけ10してると 1.2 倍か 1.1 倍かなんかなるんですよね。確か目撃ですね。27日に移動。それのすごい難しい。向いてないよ本当。同じすぎてずっとテンションが。シャーさんって面白い子。なんかね、変って言われますね。変な時はスススススってて静かなんですよ。普通この前の奈々さんの生誕に行ってる通常、まあ真ん中の変なところかで言ったら普通なんだけど、普通の、はい、波が激しい。そうなんですよ。多分自分の感情に素直に生きてるので、まあ、よくも悪くもなんですけど、よくも悪くもなんですけど、だからこういう時に僕夏が一回あったんですけどねって言われまして、そうこんな感じで、マジ、あ、マジここにあった。さっき何が変なの、自分では。距離当たりませんでしたってあるからさ、焦らず行こうね、お互い。会長にいたんだ。だって誰、元祖だって。元祖って何。なんかね、この本当にね、悩み、そう、特にもう今日もだけでいいんだよって何回も言われまして。でも私ね、本当にゆっくり読んでるつもりだったんだけど、全然ゆっくりじゃなかったらしくて、何回も「これって思ってたんですけど、としたいと思います。
今早口、そう気づいて途中から、なんかでもとかそういう系ってね、まだでもはっちゃけてらっしゃるから、もうすごいなって思うんですけど、まだ私は恥ずかしいって思っちゃうから、ちょっと顔が痛くなってきた。憧れます。いや、なんかやったって何回も言っててごめんなさい。そうなんですけど、びっくりしちゃった。すごい傘飛んでくる。何もないよ。炙りカルビ。言えないわ。私も永遠に言えるんだぞと思ってたけど、永遠に言えなかった。炙りカルビ。そんな永遠には言えないけど、空みたいに。割と言える。炙りカルビ。アルビカブリ混ざってた。嘘。意外と言えてる。うん。アナウンサー挑戦してみたくないだって特には。なんか単にいろいろ食うだって。ですけど、でも多分演技っぽいんじゃない？かな。演技っぽくすること？ないのかな、分かんないな。前髪固める人は固めてないよ。お風呂入ったからもう今は固めてない。公園出るとき同じ歌あれなの久々なの。でもユニット一緒じゃないの寂しい。今何の服着てるだって。当てたらいいや。化粧してないよ。すっぴんだよ。あ、ピンポン。多分分かってるというか想像がついてるから。なんだ、じゃあいいよ。分かる人に分かる。分かる人には分かる。はじめまして。があるって聞いてセナタンのメール通り始めました。そして初見です。あ、こんにちは。間違えた。こんばんは。ユニテキを。しかにことないけど。皆さんほどはないですけど。は写真は撮ってるから出てます。メールには生誕ティー、生誕ティー、今日はその松村さゆりさんの卒業コンサートだっていう間違いでした。たまにありがとうございますと。愛が、そうですね、愛は毎日、写真は毎日とはちょっと毎日送ってね、写真なくなっちゃうっていう可能性あれなんですけど、まあ、愛は2通ぐらい送らせていただいて、はい。でもなんかお伝えくださいって言ってた。もともとじゃないんですよ。私ですね、自粛期間にハマりまして、どっぷりと。で、最近はありがたく間もなくって感じだから、そんなに自粛期間ほど毎日見てるとかではないですけど、
ごい、もうずっと見てましたね、それぐらい。あ、すごい、ありがたいことを充実させていただいて。去年の生誕、そうです。思って。だって、去年、その、私の、もう8月なんですよ。うん、お二人とも8月で、で、どっちにしようってなった時に、から、すごいなんか、だったと考えたらね、これに、星を500個投げたら、500ポイントです。確かに8月生まれ多いね。そうね、ルームに1つずつもらえるので、そう、待ってないと、そう、星は投げれないので。本に来た、届けてくれた本に届いびっくりした。なんかすごい、そういうのが初めてすぎて、なんか真帆に言いに行きました。真帆も投げてください。ねえ、ゆりさんのアバターはちゃんと、すごい、セナターボタゲット集められない、12時過ぎちゃうですよ。課金し、桜坂さんも好きだよ。あれは見てます。あと4分なんて、やば。2位リサさん、11位てるてるくんさん、10位クロロルシー、タムママさん、6位モヤピーさん、5位アちゃんさん、2位オノピーさん、1位タンマさんです。捨てたなんて言うんで、違うの、違う違う、誤解です、誤解。奈々さん、奈々さんじゃなくて、セナ過ぎすぎて捨てたなんて打っちゃったよってだけで、皆さんセナタンって呼んでください。捨てたなんじゃないですよ。母さん、ドラールさん、クロロルシルフルさん、テルテルドラールさん、はやちゃんさん、あやさん、ほーい、だよね、ごめん、やばい時間、全然平気だった。トールさん、タルタルさん、だから虹も虹なんだじゃないもんね。適当すぎてごめん。くまーん、ポンさん、まさきさん、にじざきざきろのりさん、くまーん、016番目がさん、たかひろさん、べっきロックさん、あー、セーフでした。あと1分で虹って言って、お、まさん、ありがとうございます。虹、ありがとうございました。他にも皆さんコメントくれた方も、みんなありがとうた方も、もう見てないと思うけど、ありがとう。みんなセナタンのアバター当ててね、ランダムでもらえるからね。おやすみなさい、バイバイ、バイバイ。長いなー。